ダニエル・スバシッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。元クロアチア代表。ポジションはゴールキーパー。クロアチアの NK ザダルのユースチームでキャリアをスタートさせ、2003年にトップチームに昇格した。2008年にハイデュクスプリトにレンタル移籍し、2009年には完全移籍した。2012年1月、フランスリーグワンの AAS、モナコに移籍した。 2012年5月のブロー入選では直接 FK でゴールを決めた。2013から2014のシーズンには後にブラジル W 杯準優勝を経験するアルゼンチン代表セルフィオロメロが加入したがレギュラーの座は渡さず2014から2015のシーズンにも南アフリカ W 杯準優勝を経験したオランダ代表マールテンステケレンブルフが加入するが レギュラーの座を守った。2016から17年度のシーズンには、エースモナコのリーグ優勝を助け、リーグの最優秀 GK 賞を受賞した。これまで、幾度となくポジションを守ってきたスバシッチだったが、2019-20シーズンにバンジャマンルコントが加入すると、レギュラーの座を奪われ、結局この年の出場はなくシーズン終了後に、契約満了が発表された。 クロアチア代表として各年代でプレーし2012年に UEFA、ユーロ2012にも出場した2016年ユーロ一次リーグではスペイン戦でセルフィオラモスの PK を止めクロアチアの勝利を助けた2018年 FIFA ワールドカップロシア大会決勝トーナメント1回戦のデンマーク戦での PK 戦ではクリスティアン・エリクセンら3本の PK を止め ベスト8進出を助けると、クォーターファイナルのロシア戦の PK 戦でも、ロシアの PK を一本止め、1998年以来となるクロアチアのベスト4進出を助けた。大会終了後に代表引退を発表した。ありがとうございます。